はい、こんにちは、あきねです。今日は、まあ、YouTube 始めて6ヶ月後、あと3日ぐらいで6ヶ月なんですよ、俺6ヶ月なんですよ。で、その中で、まあ、心境の変化、心境の変化とか気持ちの変化同じかってことで語っていきたいと思います。まあ、6ヶ月ね、もう、まあ、54人かな、登録者数53が54なんですけど、まあ、目標は1000万でやらせてもらってるんですけど、まあ、全然やな。やけどよく考えて、50こんな変なやつを54人も見てないで、54人ぐらいな、見てないで、やばくない？毎日じゃないけどそのアナフィラキシなんとかで出るんよ、リピーターみたいな、あの14とか15とか、いてくれやで、ね、な、俺は好きであげてるんよ、自分が好きであげてて、まあ、他人に迷惑かけないようには心がけてるけど、それでもよ、めちゃくちゃ嬉しいよ嬉しいよ、見てくれてやる、あのね、まあそれでその、まあ綺麗事みたいになっちゃうんですけど、なんか出たとか、歯に詰まってるゴミとかじゃないよ、なんかタンパク質拾いに止めた鶏胸が出たとかじゃないよ、そういうのは爪楊枝で出して、気持ちの部分ね、気持ちの部分で、なんか出たとか、うんこは出して、朝な、いっぱい出して、朝俺もいっぱい出した、すっきりした、はい、ってことで、気持ち的な部分でなんか筋トレとかでモチベーションだったりとか、まあ元気が出たり、あとはそのね、なんか疲れたけどなんかちょっとクスッと笑えてみたいな、そういうのがあったらすごい嬉しいです。俺が上げてる意味があるんかなと思って。で、前も、前ね、まあ見られる動画、そういうのにシュートして上げていくっていうのも出したと思うんですけど、やめます、そういうのを完全にやめるってわけじゃないですけど、ブレないやつが一番いいかなと思って、ブレたらその自分自身も楽しくないし、結局はね、まあ、他人に迷惑かけたいっていうのはもちろんよ、やけどやっぱ自分のために上げてるっていうのもが一番で、今はで、まあもちろん万人受けするなんて思ってないし、そういう動画も上げようとは思ってないですよ。わかるか、俺の動画見たら、ねえ視聴者さん、そこの視聴者さん、わかるよね、すごい、あのね俺的には山登りが傑作やったんですけど、よかったら見て、まだ見てないでしょ。で、そういうので、これから、まあ、自分のためにっていうのは もちろん前から貫いてるんですけど、それをずっと掲げて上げていきます。で、心境の変化とか、この前やんだ動画とか、いろいろ、まあ、そんなの出してどうなるっていう動画やと思うんですけど、もうセキララに裸にして、もう、丸裸にして載せていこうと思います。やっぱね、死ぬ前にいろいろあれ言っとけばよかったとか言うの忘れたとか、まあ、好きな人に好きって伝えないのと同じよ、死ぬ前にそんな後悔したくないじゃないですか。俺は一日たりともつまらないものしたくないのと、あとは死ぬ前にも何も残したくないんですよ、思いをね。そう、あの、言っとけばよかったなとか、やからもう好きとか言うようにしてて、まあ、気持ちとかね、まあ、やから嫌われるっていう部分もあるんですけど、嫌いなやつは関わらんし、そう勝手に積もっているんですけど、やから来るやつしか来なくて、けどその中で自分は、あの、まあ、俺が仲良くしたいとか、その好きな人とか、お世話になってる人とか、まあ、いるんですけど、そういう人には向こうが迷惑じゃなかったりね、なんかしてあげたいし、笑顔にさせたいみたいな気持ちは多分結構あると思うんですよで、そういうので、まあ、YouTube を通してやっていけたらなと思います。まあ、元気出たりとかね、まあそういうのは、まあ、自分が満足してからついてくるもんやなと思ってるんで、まあいろいろ上げていきたいと思います。バカな動画上げていくと思うんですけど、今後もよかったらお付き合いください。まあそんぐらいなんですけど、そうで、最近の話しようかな。じゃあ最近ね、めっちゃ雨降ってる。最近夜走るのにハマってます。夜走るのに、前は朝やったんですけど、朝ね、なんか恥ずかしい気分になる。恥ずかしいというか、ただ眠いだけなんやけど、最近夜行性に なり始めたんかわかんないですけど、夜走るようにしてます。そんぐらいかなで、今日見てくれた方、いつもありがとうございます。本当にね、アナフィラキシーなんとか、なんか
平均のなんか出るんすよ。でそういうので14人とか15人とか、まあ、20人いい時で言ってくれてる人がいるんすよね、毎日。でそういうのがもうね、うん、他人なんてどうでもいいよ、迷惑かけんかったら。赤の他人はね、好きな人は別よ、仲いい人とかは別ないけど、他人とかはどうでもいいんですけど、けどそうやって見てくれてやる人、まあ、やっぱ嬉しいよね、やっぱ嬉しいよね、うん、そうそう、とか俺みたいなやつと関わってくれる人、うん、ありがとうございますってことで、もうオチが分かんなくなっちゃったんですけど、あれこんぐらいで終わるといいと思います。あとは、今日多分夜かな、夜幽霊と思うんですけど、いい夢見ろよな、いい夢見ろよ、いっぱい寝ろ、いっぱい寝て、いっぱい寝てくださいね、ほんまに、うん、俺も寝るから、いっぱい寝るから、9時間ぐらい寝るからってことで、おやすみなさい。最近ドクターストーンにハマってます、うん、最高。じゃあね。